はい、しげちゃんです。ということでね、今日はビットコインの価格404万円ということでね、400万円を超えてきましたね。はい、なかなか下がってくれないですね。下がった方が逆にね、買いやすいんですけど、ここまで上がっちゃうと、ここから買うのは難しくなってきますね。はい、何かのね、イベントがきっかけになって下がってくれることを願っているんですけどね。はい、そっちの方が買いやすいですからね。はい、まあ今なんで上がってるかというと、やっぱりドルの信頼が落ちてきて、はい、みんな金とかですね、一部ビットコインに流れてると、安全資産にね、はい、流れているんでですね、はい、金が高騰して、ビットコインがちょっと上がってという状態に、なってると思います。はい、やっぱり世界の中央銀行とか大手のファンドはですね、やっぱりビットコインよりは現物資産、安全資産、金を好むようで、金を買ってるみたいですね。はい。これからもやっぱり金を買う動きは出てきますんでね。はい。まだビットコインは安全であるということが浸透していないようですからね。はい。まあ今後は変わってくると思いますけどね。やっぱり金よりはビットコインっていう動きが出てくるんじゃないでしょうかね。今後はね。あと2年、3年かかると思うんですけども。その時はもうビットコインの価格は高いですからね。はい。皆さんは安心して長期の投資をしておけばいいと思います。はい。まあ、どこに保管しておくかっていうのが気になるところですけどね。まあ、日本の取引所だったらどこでもいいと思いますけどね。はい。保証してくれますからね、日本の取引所だったら。日本の取引所がいいと思いますね。安全で簡単ですから、安全簡単ですね。あとは、ハードウェアウォレットですね。個人で管理、秘密鍵を管理するっていうハードウェア。これがね、ちょっとレベルが高いんですよね。非常に。まあ安全って言えば安全なんですけど、非常に難しいですね。非常に難しいんですけど、まあ、だけど、安全、自分で秘密鍵を管理するのは非常に大変だと思いますけどね。はい。完全に安全とは言えないと思いますよね。はい。まあ、日本取引所に 預けとくのが一番いいんじゃないですか と思いますけどね。はい。でも、しっかり管理してもらうというところでね。コインチェックとかビットフライヤー、ね、あたりが大手で、非常にセキュリティ高いと思いますよ。ということでね。はい。まあ、ということで、何を言おうとしたのか忘れちゃいましたけど、まあ、ビットコインは上がってるということでね。はい。まあ、とりあえずは良かったんじゃないでしょうか。今後も、ね、どうなるか。まあ、2023年、末にはもっと上がってると思いますね。1000万円はいかないんじゃないですか。まだ2023年は。2023年は、まあ、目標800万円ぐらいだと思いますけどね。はい、ビットコインはですね。で、また夏にかけて一旦は下がってくれるんじゃないかなと思いますけどね。ということでね。まあ、ドルの信頼は落ちていますから、
金とかビットコインに流れてきてますよね。この流れは変わらないんじゃないでしょうかね。ドル、法定通貨を持っとくよりは安心だと思いますけどね。投資先っていうのは金とかビットコイン、あとは米国の S&P500 とかの株式、あとは土地とか、そんな感じしかないですよね。あんまり変なアルトコインとか、変な株価は買わない方がいいと思いますけど。本格的にな株価の下落とか、不動産の下落、今後は起こってくると思いますけどね。だから不動産と株式にはあんまり手を出さない方がいいと思いますよね。かといって、法定通貨の価値も下がってくると思いますよ。今後のずっと金融緩和でね、緩和で、お金自体の価値が薄まってきてきますから、物の価値が上がってくるって言いますかね。物価も上がるんですよね、どんどん。物価も上がるし、電気代も上がるしね、電気、水道、ガス代上がってくるでしょう。で、住宅ローンの金利も上がってくるわけですから、大変ですよ、今後は。生活していくのが大変なぐらいになってしまいますから、すでにアメリカらも本当大変ですよね。日本のがまだいい方ですからね。日本がいいのは低賃金で働いてる人が多いからですよね。アメリカだと時給4000円とかね、そんな感じでなってますからね。よくないですね。日本は低賃金なんでまだ持ってるっていうような状態じゃないですか。しかし、物価の上昇でね、なかなか生活が苦しくなってきますからね。いろいろ大変だと思いますよ。やっぱり投資っていうのは重要ですよね。できるだけお金を切り詰めて、無駄なお金を使わないと、ね、生活の、無駄な生活費を使わない、一切使わず、ね、会社での給料で儲けたお金を投資すると、ね、投資していくというやり方が一番将来的には大きな資産を持つことになるんでいいと思いますけどね。とりあえずは自分の資産のポートフォリオを作っておくというのが一番いいですね。ポートフォリオ。現金は何パーセントあるのか、株式が何パーセントか、暗号資産何パーセントか。ね、そういったのをつく、楽天ポートフォリオっていうのがありますから、楽天銀行で、口座を作って、楽天ポートフォリオというサービスありますから、他の銀行と連携できるように。あれ、いいですよ。あれで資産管理をすれば、ね、非常にいいですよ。ほんで、ね、円の価値が下がると思ったら、貯金をできるだけ減らせばいいわけでしょ。貯金を減らして、他の資産に振り分ければいいわけでしょ。暗号資産だったり、株式投資だったり。ね、だから、自分のまずはポートフォリオを、資産のポートフォリオを
できるだけ正確に把握するっていうことですよね。それから何パーセントをどこに振り分けるか考えていくっていう、戦略的にね考えていくということをやっていった方がいいですよ、絶対に。そうしないとポートフォリオを作らずに投資してもですね、怖いですから。はい、自分の資産の何パーセントを投資にしてるのかよくわからなくなってきますからね。はい、まあ、そういう形でやってほしいと思いますね。はい、皆さんも1億、10億、まあできるだけ10億を目指した方がいいですね。10億目指してリタイアというのを考えましょうね、皆さん。はい、僕も考えてますけどね。ということで、ご視聴ありがとうございました。一緒に頑張っていきましょう。